朝鮮民主主義人民共和国の交通では、朝鮮民主主義人民共和国における鉄道、道路、飛行機の交通網について記述する。北朝鮮へ行く場合、中国、またはロシアから航空機、あるいは中国から国際列車を利用する。韓国からの入国はできない。北朝鮮の幹線道路燃料が不足しており、またマイカーがほとんど保有されていないことから、 道路交通の役割は二次的である。道路の大半は未舗装であり、車両の大半は軍用車で占められていると見られる。交通は右側通行になっている。片側に車線の高速道路も存在し、平壌海上高速道路、平壌元山観光道路、平壌香山観光道路の3路線があるが、通行車両は少ない。都市間の移動は、 軍などが所有するトラックの荷台に乗って移動するというものが一般的であったが、近年、平壌を中心に主要都市間を結ぶ長距離バス網が整備されている。2011年時点では、人民法案分野への116機動隊と人民武力分野へのウルリム会社の2社があったが、その後、ウルリム会社は上納金を滞納したために解散させられ、 同社の権益は他社へ移管された。バス運賃は当局が限度価格を設定しているものの実際にはガソリン価格や物価に連動して変動する実勢価格であるというまたバスターミナルは格道の人民委員会によって管理されている以下は主な路線である国内には約5200キロの路線網がありうち約4500キロは標準機であるまた 約3500キロが電化されている。施設の整備が適切に行われていないため、橋梁やトンネルといった構造物の老朽化が一し平壌から新潤樹脂を経て中国に通じている平木線は最重要の幹線であり、橋梁やトンネルも少ないため、整備状況が最も良いとされるが、それでも旅客列車の表低速度は時速40キロ台である。 列車本数は少ないものの、道路が未整備であることから、旅客、貨物とも鉄道輸送の占める割合が高い。首都の平壌直轄市には、同国唯一の地下鉄とされる、平壌地下鉄がある。また、平壌直轄市と清津市では、路面電車が運行されている。フラッグキャリアの高麗航空が、北朝鮮の唯一の国際空港である、平壌国際空港から北京、 新洋、上海、ウラジオストクなどへの国際線を運航するほか、わずかな国内線を運行している。外国航空会社では、中国国際航空のみが、ピョンヤン国際空港への定期便を運航しており、ピョンヤンと北京を結んでいる。ありがとうございます。